2歳児からの音楽チークレッスン専門家、トトキリナです。2歳児からの音楽チークレッスンより数の概念を身につけるについてお伝えします。こんにちは。楽器を演奏するには楽譜が読めなければいけませんが、音符や休符は数の概念がないと数えられません。またピアノでは指の番号を親指から1,2,3,4,5 というふうにつけています。それもやはり数字が読めなければ覚えることができません。というわけで、ワークやグッズを使って物の数が数えられる、その数と数字が一致している、数字の読み書きができるというふうにしていきます。次回はひらがなの理解についてお話しさせていただきます。ありがとうございました。